今日は作品の額装を紹介したいと思います。もうちょっと後ろにあるんですけれども、この作品は発表した時は額に入ってなかったんですけれども、今回ちょっと額装したんですけれども、その額装がちょっと特殊なんですね。ちょっと額縁の世界ということで、それではちょっと近づいてみてください。今回この額装は木の額装なんですけれども、私が絵の具を塗って職人さんに渡して、この色の額装に塗装してくださいということで、作品もあまりたくさんの色を使いたくなかったので、作品が黄色で額装も黄色で、全体的に一つの作品になるように額装してみました。近くで見てください。私の作品は他の作品を見ても分かるように、だいたいキャンバスのまま飾ってあるんですね。今だいたい現代アートではこういう感じの展示の仕方が多いんですけれども、この額装はボックスフレームという手法で、箱型の額にキャンバスが浮いてるような、ちょっとウィンドウの中で見えにくいと思うんですけれども、幻に咲いた嘘という作品もこの額装にしてみました。絵というのは額装によって雰囲気がガラッと変わるんですね。額装に入れたら絵が全部良くなるんじゃなくて、合ってないものに入れたら絵が本当に窮屈そうになったりとか、しんどそうになったりとか、絵がよく見えない場合もあるんですけれども、額装っていうのはそれだけ本当にデリケートなもので、絵がさらによく見えることもあれば絵が悪く見えたりもする。その辺がいつもこだわるんですけれども、最近はキャンバスのまま作品を飾ってるんですけれども、久しぶりに額装にしていました。こんな感じで今回はあまり額が主張しない形で塗装してもらって、特別オーダーで作ってもらったんですけれども、子供を追い求めてたそういう時期なんですけれども、ここから一度ちょっと私はちょっと自分の作品とか自分のセクシャリティとかそういうことで悩んで、一時作家活動を休んだことがありまして、5年ぐらいちょっと休止をしてたんです。行方不明になっておりました。この作品はちょっと変わってて、もしカメラをお持ちの方は上目から撮ってもらったらすごい赤ちゃんっぽく映るんですね。下目から撮ると年齢が変わってしまう、ちょっと不思議な作品。今しゃがんでご覧いただいている方もいらっしゃるんですけど、目で見ても全く変わらないのに写真の世界だけ年齢が変わるんです。今回私の展覧会全体的に色がラブリーじゃないですか。でもそれに対して表情はどうでしょう。なんか困惑とか迷いとか、そういうものを、怒りとかそういうものを表現してるんですね。私は子供の頃自分らしくしてたんです。可愛いものが好き、キキトララが好き、ラブリーなものが好き、リボンが好き、ワンピースが着たい、お下げがしたい。自分らしくしてたら親に頭がおかしいんじゃないのって、あなた男の子でしょ、男らしくしなさいって言われて、表情は全部どっちかって言ったらちょっと泣いてたりとか、ちょっと怒ってたりとか、迷ってたり困惑してる。でもそれに相反して、世の中というのは表裏があります。生と死が同じところに存在してて、そういう表裏を描きたかったので相反するものにしたんですね。暗い表情を暗い背景に描くよりも明るい場面に描くので、よりその心とか、心と自分が置かれてることの葛藤とか、そういう表裏とか、そういうものを描きたくて、ここにちょっとハートの作品があるんですけれども、これはちょっと今回のラブリーの展覧会とは全然違うんですけど、今全国を NHK の第23回 NHK ハート展、皆さんこの NHK ハート展ってご存知ですか。もう23回23年やってるんです。 NHK と内閣府とで、いろんな作家さんに、大体芸能人とか有名漫画家さんが多いんですけれども、その詩全部に私絵をつけたい思いになって、だからハート展が終わるまでに50個のハートを描こうかなと、なんか自分の中でそのプロジェクトを作って、その一部を今回ちょっとお持ちしました。よかったらこのハガキ1人10枚以上持って帰っていただいて宣伝してください。 NHK ハート展あるよってお友達に宣伝してください。それも次どれを説明しますか。では案内所にあります。案内所はい、こちらの作品は初日にお読みでしたが、日本というものを何で表現しようかと思ったら、まず判子を思いついたんですね。日本って判子の文化でしょ。判子で破産をすればね、なんか最近もなんか事件ありましたね。つなぎ融資の詐欺でしたっけ。なんか騙されたかとお金返ってくるのかしら。
ですね。そうなんですか、先生。それ理性じゃないですよ。どこに騙されたことないわ。シンプルだな。そんな話はいいですね。はい、そうです。それでこのスタンプを反復して押してあるのは現代社会の大量生産、大量消費を表現したくて、今はその物質だけじゃなくて情報も大量に生産されて大量に消費されたら、そういうところからこういうハンコを使うようになって、それで今回この狭い記憶というのは先ほど言ったように私のちょっと幼少期の感じですよね。髪がザンバラになっているのは私が幼少期に散髪屋さんに連れてかれるのがどうしても嫌で、どうせ切られるんだったら自分で切るって言って、ここまで来るのにかかった記憶という点と、皆さんもなんか置き換えてみてください。自分が今まで生きてきて今の自分になるまでにどれだけのことがあったのか、皆さんの中でいろいろあると思う。私自身も本当に自分のそういう過去と向き合う作業が絵を描く作業なんです。その過去と向き合う作業自体をなんか作品にしたくてこういう感じしました。この紫と緑のコントラストは、もう子供にいじめはいけませんって言いながら、私たち大人が平然といじめをしている現代社会で、子供たちがどう結局いじめを繰り返しているってことを、自分で自分の首を絞めているってことに私たちはそろそろ気づかないといけないんじゃないかなって、そういうことをなんかちょっと表現したくて、どうやったら子供たちがそういう嘘つきな大人から身を守れるのか。特に私は子供の時に1日3回男、自分は男だって言われて父親に言われたんですよ。自分は男だ、そしたら男になれるかわけのわからない父親だったんですよ。私本当に実践したんですよ、私は。でもそう思えない、どうしても僕っていうのなんか言えば言うほど本当の自分じゃなくなっていくんじゃないかな、そういう思いを書きたかった。今日の会話ね、今日のトークショーが面白いと思っていただいたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。私今日はザ・広島、東京、北海道から皆さん来ていただいて本当にありがとうございました。この後また来週もありますので。